さあ皆さんこんばんは。始まりました平場インスタライブ。さあこちらの配信はですね、平場をこよなく愛する芸人タレンチ久保田くんがですね、インスタライブで平場をやっていこうじゃないかという配信でございます。この平場インスタライブ司会進行させていただきますユーモア軍団長谷川です。お願いします。お願いします。さあもう早速でございますけども、たくさん見ていただいてありがとうございます。早速登場していただきましょう。平場をこよなく愛する芸人タレンチ久保田くんです。どうぞー。どうもー。ふったもんも持つだけで大荷物。笑うきっかけあげたから出ました。お願いします。今日は平場ということで。もう平場です。ここ自宅で平場をやってるんですね今。まあないですよ。なんか噂で僕の家で平場をやってるって聞いてちょっと駆けつけてきてくれた。そのコーナーに出たいなと思ってこれあのライブのエンディングと捉えていただいて。なるほど。ライブのエンディングの最後のアピールコーナーを、このインスタライブでやろうじゃないかという。縦にすることによって一番狭いですよ。いいですね。世界一最小の平場を今やってるわけですよ僕らは。もっと広いですから舞台は。平場ってもうここで面白いことしたら映りませんからね。映らない。ここで面白いことしても、ここで絶対面白いことしないで。ここで面白いことしてください絶対。インスタライブ見てる人の笑顔をガーティーゲッティーしますね。ぐいぐい前出てますよ。もう平場が大好きなんです平場が。これがもう自宅にあると聞いて、自宅にあるんですね平場って。今日お家帰ってきたらもうこれができてたっていうね。そうです。さっきまで寝てたんですけどもうちょっとで平場やでって言われて、でこれちょっと今用意してるんですけど。いや嬉しいな、平場があんねや、ちょっと平場、まあまあ、ライブとかでやるアピールコーナーをね。なるほど。ここでやっていこうってことです。なんか、ありますか？アピールある人？あ、でもこれ他の人も投げるんじゃん。おい、はい、当たるかな。はい、はい、はい。まだ行ってみようか。断る。なんでやねん。自分でここまでやっといて断るの。でもポーズはやりますってやったよね。断る。やれよ。これ最近押してるけど。やれよ。いや、もうちょっと。じゃあ、なんかまあ、どうなんすかね。最近いい感じのギャグが結構できてるんすよ。あ、もうギャグやからね。早朝ゲート見てるから。そうす。結構いい感じをできてるっす。あ、そう、うん、じゃあちょっと1個見せてよ。断る。やれよ。やれよ。これやりたかったよ、今。断るっていうやつ。やれよ。じゃあ今日は、じゃあちょっとギャグじゃなくて。あ、ほんまになんかあるんすか？ちょっとアピールコーナーでちゃんとアピール持ってきました、僕。え？いや、僕ね。うん、伝えたいんですよ、見てる人に。何を？お笑いって、よく罰ゲームあるじゃないですか。罰ゲームで、よく叩かれたりとか、いろんな痛いことされるでしょ。はい、でも、あれって芸人さんが、なんかそのリアクションして、大げさに言ってるんじゃないかなっていう。ああ、よくあるね、でも。言われるやん。わざとらしいみたいな。だから俺今日は痛みを、皆さんに分かりやすく伝えようかなと思って。どうやって伝えるの？あの、痛みの大きさと比例して、いろんなものを言っていくっていう。例えば、酸っぱいもの。この痛みに比例して弱かったらあんま酸っぱくないもの。あ、なるほどね。めっちゃ痛かったらめっちゃ酸っぱいものを言うという。思わず言ってしまうよ。思わず言ってしまうという。これで多分今日ちょっと俺のことを、いろいろ例えてくれ。もういいね。それを伝えたいから。もう弱さも、弱いのもあれば強いのもあるぐらいで、叩いていただいたら、それと比例した酸っぱいもの。まだ酸っぱいもの。痛みの、じゃあ酸っぱいものでいこうか。とりあえず。痛みと比例したものでいきます。いい？いや、もちろんすぐいけんの俺。本当ですか？今年もいい？まあ、じゃあ一旦音楽じゃ昼も。一旦じゃあ。平場始まったし。平場始まった。平場もやっぱ集中しっかりなんだ。これで痛み、これで皆さん分かると思うんですよ。なるほど。若い、酸っぱいものやったらみんな知ってるから。ちょっとね、まあデモンストレーション一回やってるよ。どうでもいいよ、全然。冷麺。全然酸っぱくない。全然だから全然酸っぱい。冷麺。なるほど、そういうことか。うん。蜂蜜の梅。結構酸っぱい。は梅梅のめっちゃつけてるやつ酸っぱムーチョレモンの甘めのやつ。ちょっと待って。レモンの甘めのやつや。レモンの甘めのやつ。砂糖かけてるやつや。あ梅干し。か酸っぱムーチョ酸っぱムーチョ酸っぱムーチョ冷麺、ほら、これで、わかる。あ、今の痛みは冷麺ぐらいなんだなっていう。酸っぱだって。こっちで言うと、酸っぱムーチョぐらい痛いんだっていうのも。いけてました？いけてるいけてる。あーって。全然いけてる。だから他のじゃあお題。何でもいいお題。ほんなら何でもいい、何でもいいよ。何でもいいの？うん。え？何やろな。あ、じゃあ、かっこいい芸人。イケメンの芸人さん。あ、
どっちにするじゃん。痛ければ痛いほどかっこよくなっていく。かっこよくなってほしいの。かっこよくわかりました。はい。いける？はい、いける。もうダブル東東。大丈夫？痛みを伝えなあかんねん。痛みを伝えなあかん。止めれ止めた。これはすいません、あの先輩の方とか呼び捨てで出るかもしれないですけど、これはもう痛み伝えるためなんで。呼び捨てどこよりそのここでダブル東出てたけど。それしゃあない。それしゃあない。痛み伝えるためやねんから。まあまあでもそれが本当のことや、ね。そうそうそう。これいう痛みの大きさだよ。父は木村さん。大丈夫。父は木村さん、小島だってさ、ゆずるさん、ゆずるさん、ゆずるさん、ゆう、小島だって、小島だってさんさ、この痛みだから、ほとんど叩いてないで、ねえ、小島だってさん、それイケメンランキングで言ってしまうと、そうなってんの、まあ本当ランキングは誰やけど、それはしゃあない、結構ね、あの上のメンバーやな。いやそれ分かりやすい、そっちの知ってる人の方が分かりやすいねん。あ、まあそうか、そりゃかっこいいゲーム、まあ、ゆずるさんが結構あったやめて、ゆずるさんえぐいで大丈夫、見てこれゆずるさん、これゆずるさんほらこんなことなってんねんか、ゆずるさんがゆずるさんがっていうか分からないけど、すごいやんかこれ。だからもうほんま何でもいい、他で言ったら、うん、何すじゃあ、うん、何がいい、何がいいやろ。あ、じゃあサッカー強い国、痛ければ痛いほど強くなってくれ。ああ、いいよ。いけるそれ、うん。サッカーな。あ、いいよ。ブータン。ブータン。ブラジル。ブラジル。ブラジル。ブータン。ドイツ。ブラジル。スウェーデン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 。スペイン。ブラジル。みんなでサッカー楽しもう。イェーイ！何してんねん。スウェーデン。スウェーデン。何してんの？なんか、イェーイみたいな。あんまさ、戦いすぎて、ちょっとテンション上がる。連発だった。そう、ちょっと。でも実際でも皆さん、こう、結構痛み上がってんじゃん。だからその、例えばその、これで言ってくれたら分かりやすいとか言ってくれたら、うん、全然いける。私ドラマの方が分かりやすいんですとか。なんかお題募集できる。お題全然そう言っていただけたら、そのお題に即したやつでやれるから。ダメージでかない。大丈夫？うん。もうちょいあの、バラして、あの、叩くとこ。左胸ばっかりいかれてるから。ごめん。完全に。すごいな、でも。そういうことやな。こういうのを、うん、これが平場インスタライブ。そう、これが平場、これが生の笑いだから。すごい。途中ギャグも出てたし。そう。すごい、吉本の未来や。ただ、あれしようか？うん、あ、なんで？何もう。何するなら、うん、俺、嘘つくで、即興でやったのか？え？俺、嘘つくでっていう、うん、あの、嘘つくやつあるんですよ。ギャグ。この、例えば1個いきますね。うん、嘘つくで？嘘つくで？めっちゃ嘘つくで？遠い親戚にタコいる、遠い親戚にタコいるっていうこの嘘やで最高の、はい、うん、明るいやつ、これがあんねんけど、うん、これを、うん、即興で、うん、嘘つくでめっちゃ嘘つくでの後に、うん、もの単語なんか言ってもらったら、うん、それにまつわる嘘を一瞬ですけど、何でもいけるで。ちょっと試しに一回やってみようか。行こうか。うん。もう、の時に言ったんだよな。うん。2回目の。オッケーって。行くで。うん。めっちゃ嘘つくな、あとな。いける？うん、いけるよ。嘘つくでめっちゃ嘘つくで、ここ、何してんの？何してんの？何してんの？ゆっくりして。言えるきっかけあげてたよ。ごめん。頼むぞ。ごめん。言うから。うん。嘘つくでめっちゃ嘘つくで。コーヒー飲んだらヒゲ減る。コーヒー飲んだらヒゲ減る。嘘やで。嘘やもんな。うん、嘘やもんな。即興で嘘つけるの。ものすごい嘘つきやで。嘘つきやったな、今。嘘つきやで。もっといけるこれ。何でもいけるそんな。もっといきましょう、これ。嘘つくで、うん、嘘つくで、めっちゃ嘘つくで。差し歯を抜いたら猫消える。差し歯を抜いたら猫消える。ちょっと世の中から、ちょっともうちょっとごもった、まあちょっとな、うん、まあ差し歯がちょっとエッジ効いてたな。まあ全然いける。もういける。あ、なんか来てるか、ごめん、来てないか。オッケー、もう一回行こうか。何連発で、何歩でもずっとやってみた。ずっとやってみよう。3つ行こうか。3つ行こう。オッケー。嘘つくでめっちゃ嘘つくで。お花を摘んだら摘みなる。お花を摘んだら摘みなる。嘘つくで、めっちゃ嘘つくで。石
鹸食べたら美味しい。石鹸食べたら美味しい。嘘つくね。嘘つくね。めっちゃ嘘つくね。タモリさんの目の奥怖い。タモリさんの目の奥怖い。おい嘘やで、だから。嘘やで。ビュー。いや、ビュー。痛み逃がした。痛み逃がす作用がね、ビューって。タモリさんの目の奥怖い。嘘やん。優しい。優しいってことか。そう。一瞬ちょっとヒヤリとした。いや、嘘やでってだから。そんなできんねん、俺すんの即興で。すごいな、うん、さすが、うん、もう何やろ、えすごすぎて、これもう沖縄の海やな。お前俺富山の山や、俺富山の山、俺なんて。じゃあお前ハセさ、うん、じゃさすがに今のがちょっと良かったなって、うん、褒めすぎやね。えじゃ褒めすぎたらちょっと逆のこと言わなあかん流れなってもてるやん。空気がもう褒めすぎんのやめて。あんまりすごい、まさに日本の4番。お前アメリカの8番や、俺アメリカのナイパチや、俺なんて。すごいな、すき焼きの肉やそれ。お前俺煮付けの箸や、俺煮付けにつく箸、煮付け食べる時の箸や、俺なんて。すごいな。なんやねんお前。お笑いの神様。お前悲しみの奴隷や、俺なんて。悲しみの奴隷や。すごい俺なんて。よく出ました。当たり前や、そんなんは。お前褒めすぎなやめてな。いかがですか。いやどうなんすかね、これ平場インスタライブ。ちょっとそのお題のコメントがあんま来ないのかな。これ平場しちゃう。インスタライブとしての意味が全くない。コメントが来てないから。すごい、コメントが一個も来てないな。おもんないって、あの大学の同級生から言われてます。あれ平場、あ、コメントがほんま一個もないな。でも13人見てくれてんのに、黙って見てくれてるってこと？いや、わからん。すっごい、こんな。全然その、なんでもいいですよ、その、痛みに比例して、こう言えるお題でもいいし、何でもできる。嘘のお題でもいいねんけど。ほな、あれやったのかもしゃあないの。特別やで。いっぱいあるな。ほな、どっかけやんと。俺最初に言ったけど、うん、太もも持つだけで大荷物っていうぐらい、うん、太ももめっちゃ太いやんか。あ、そうやな。俺、あの、昔な、うん、横にバーって動いて、で、止まれって先輩に言われたら、一瞬で止まるっていうのやってたんですよ。うん、ああ。うん、止まるって一瞬、どんだけ動いても一瞬で止まるっていうのがあったんですけど、うん、それをさらに難しくした。え、あれな、こう横に自由に動くから正直自分でちょっとコントロールできんねん。あ、なるほどね。ただ今回俺があるのは、うん、その場で走る、走るで、もう全力で走って、うん、一瞬でこのポーズで止まるから、お、もう止まれって言われてから一歩も踏まへん、うん、オッケー。止まれって言ったら一瞬で止まれるから、これ絶対できんわ普通の人。もうでも本気出してるわけやから。めちゃくちゃ速いよ、しかも走んの。これは皆さんこれ結構驚くんじゃないですか。うん、これだ、止まれっていいとこで言ってくれん。オッケー。そしたら俺も一瞬で止まるから。オッケー。で、うん、止まれよおい。ビュー。おい、逃がすな。痛み、逃がさな。逃がしたと同時に画面からも逃げていってんだよ。逃がしてから痛み。見た今の。できますかあんなの。その、まあその、すごいよ。やろ、うん、えくんない。にゃおって言ってたよ。にゃおはいるの、それは。にゃおはいるの。そう、止まる音としている、うん、それは。黙ることはないんだ。黙って頑張ってやってみようか、じゃあ。黙ってやってみようか。黙ってやってみよう。いくで、うん、スタート。ストップ。ギャーちょ、無理やね、これ。これ言わな、無理や。さっきより多くて、いや、遅い。ちょっと痛み、遅れてきたから。逃がすの遅い。ちょっと遅れてるな、痛みが来たから、今。出ちゃうのや。ミャオが。ミャオってなんかわからんけど、俺の中では。出てまうのよね。いやいや。これなかなかできんと思うよ、俺、正直。皆さんもしよかったら、こっちやってほしいよ。そうそう、これ、ほんまに誰もできんと思うから。うん。まあまあ、そうそう、終わる。この終わり、どうやって終わんの？やばいんすかね。こういう終わり方教えとろうか。まあでも今日皆さんすみません、見ていただいて本当にありがとうございます、うん。なんかちょっとでも笑えるきっかけになったのなと思って、やってますんで。うん、はい、生きてるだけで、さっちさっち。出た！さあ、行きます。それでは、イーサライブ、ありがとうございました。ふぅー！チアリーダーの終わり方すなよ。チアリーダーみたいな終わり方してるやん。ビュー！ビューすな！いや、これ自然に切れたらいいけどさ。ほんまにこれで切っていいのか？なんか。じゃあ次回の、あ、告知を。次回、この、平場インスタライブはですね、毎週日曜日、このお時間でいいですか？はい。このお時間に、
やりますんで、皆さん、来週の日曜日、また、ご覧ください。タレンチ、コウタくんの、インスタグラムのアカウントでやってますんで。はい、ちなみに、この模様は、後ほど、裏方チャンネルでも、配信しますんで。まただ。皆さん、お楽しみに。それでは、皆さん、ごきげんよう。